さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の28日18時35分。今日はまあ関西の方で放送されているそこまで言っていいんかいという番組を見ていまして、まあ以前から言ってるんですけども、まあ何回か気づいてはいたんですけども、まあやっぱり戦争のフェイクニュース、以前あった内容とかをさも今起きてるかのようなフェイクニュースに関しては、どうやらスポーツの勝ち負けで放送してる要素の方がどうやら強そうですね。サッカーの、アジアカップ、今まで、パレスチナが、決勝トーナメントに進めたことはなかったんですけども、快進撃をいたしてまして、まあグループリーグを突破してると。まあ得点も3対0の試合とかもあって、まあ飛躍的に変わっていると。まあこれが今のまあコンピューターシステムといいましょうか、電波エシュロンやスーパーコンエシュロンというシステムやスーパーコンピューターという機能、まあそこからのまあ神がかり的な力による結果の出方というようなところですね。で、まあ、それは今までの国際司法裁判所や国連の決議や、その、まあ、蓄積されたデータというものがもともとありますから、まあ、テレビでフェイクニュースを流す意味があるかっていうと、ありません。で、だと思いますよ。と、あと、まあ、気になるところは、オリンピック、まあ、今年あると。で、まあ、これを結局どう受け止めるかなんですよね。例えば、そこまで分かっているんだったら、例えば、まあ、日本で、まあ、世界中どこの国まで放送されているか私の方でも分からないんですけども、まあ、ロシアがウクライナの方で侵攻していると。それに対して、文句を言っているコメンテーターの人たちが、まあ、もし仮に日本人だったとするのであれば、本当のことを知ってる人とそうじゃない人で、その昔の件を言ってるフェイクニュースであると。それじゃあ今の年代にどう影響があるのかとか、まあそういうことを考えると、日本人がそれ言ったら、日本が不利になるんじゃないですか、みたいな感覚も、まあ僕にはありますね。普通に考えたらそうじゃないですか。もしこれで日本だけで放送していて意図的に、みたいな形だったら。だから、まあ、ただ、まあ、試合を取り行っているのは基本的に私であって、まあ、全部が全部そうかというとそうでもないとは思うんですけども、けど、まあ、今でも結果の出方を見ると、そうなんじゃないかなっていう気はやっぱりしますね。まあ、少し、前の時もスキージャンプに関して今までたくさん、優勝していた高梨沙羅や小林陵侑選手でしたっけ、まあちょっと名前フルネームだと間違えてるかもしれませんね。まあ小林選手入賞結果出てないでしょ。やっぱりそういうことなんだと思いますよ。で、僕としては、まあもうオリンピックは解体すべきであると、エネルギーの残存量問題から考えて、で、多くのスポーツに関して削減すると、そうすることによって世界中での往来を、削減していくと、つまりエネルギーの消費ですね。で、できるだけ、重機を頼らないで人間が力仕事を行うと。まあこういった方向性ですね。まあ、フェイクニュースでスポーツ云々の勝ち負けを決定づけるっていうのはやっぱり良くない。で、正しい内容を言ってるからこそ、結果が出るという世界にしなければ、ならないと。まあこういうことですね。だから嘘はまかり通って、スポーツの結果が出てるようにも見えてしまうでしょう。なんか、パレスチナ、例えばサッカーで今、初の決勝トーナメント、アジアカップ進出、まあ、3対0などの試合もあってということなんですけども、
まあ、今まで国際司法裁判所で出してきた結論とか、国連とかで、まあそういった内容があるから、本当はそういうので良かったはずなんですよ。だから今さも起きてるかのように国民に放送することによって勘違い、いや、まあ見方によってはイスラエルの人たちを、まあ悪い人たちみたいに見えてしまう。今のロシアの人たちもそういうことになってしまう。だからそういったところで国家間での、その民間人レベルでの誤解を発生させてしまうような放送の仕方であって、それは正しくない。で、本当におっしゃってます？その中国の方が、台湾を併合するとか、そういうふうなこと。まだ日本の放送でそう字幕つけて、そういうふうに放送されるんですよ。で、私としては、まあ、スポーツの、出場するチームの数を、削減したい。しかし、サッカーを見ると、中国で一国二制度という形で、中国からもチームが出てるし、香港からもチームが出てると。まあ、こういうことなんですよね。で、まあ、グループリーグに関して、香港も中国も、サッカーに関して、突破ができなかったと。だからテレビのフェイクニュースを放送することによっての、影響が出ていると。だから直接僕は中国を勝たせようだとか、香港を勝たせようだとか、そういうふうなことは一切、行っていません。で、もうそれはもう自分の国の試合のことだけで手いっぱいで。テレビのフェイクニュースで人の結果がどう出るかが決まってしまっているっていうところ、ここをね、本当は皆さんが着目しなきゃならないんですよ。もしかしたらスポーツだけに限らない形で結果につながってる可能性があるんですよ。一般の仕事でも同じで、まあ、わかりやすく言うと、仕事中にヘラ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 笑ってる人は絶対仕事失敗するじゃないですか。で、しちゃダメよって言ってることをしてる人は、やっぱり失敗するじゃないですか。だからそれと同じで、フェイクニュースを放送することによって、まあ人間の感覚はまず第一義的に、まあ政府が意図的にフェイクニュースを放送してるっていうことを分かってしまった時点で、今まで真面目に生きていて政府を信じていた人は、そこで愕然としてしまうじゃないですか。なぜテレビ出演者の人たちは嘘でお金儲けができるんですかとか。そういう話に行き着きますから、お金の流れとかよく分かってる人たちは、自分たち非正規の雇用者の者たちが、派遣切りとかにあって、まあ非正規の人間が解雇、一時解雇とかされること、まあ期間工と言われてる方たちも含めて、そうすることによって、正社員の人たちはずっと会社にいられる、まとまった収入が毎年得られる。だからそこで、テレビ局に、CM 料を出す価値ありますかだとか、スポーツにスポンサー料金払うだけの価値ありますかっていうことになるんですよ。で、まあ自動車産業も世界中でエネルギーの、残存量問題について、素早い対応しなければならない段階であって、生産量を世界中で、100分の1ぐらいまで、毎年の生産量。昨年で、8500万台、トラックバスを含めて。で、EU と南米の一部のトラックバスの生産量は含まれてないんですよ、その数字の中に。で、もちろんこれは二輪車も含めて、二輪車は、200万台ぐらいですかね、1年間の生産量はもう少しあったかもしれません。まあ、そういったものを、まあ、二輪に関してはもう生産完全に停止でいいと思いますよ、ガソリンのもの。で、電気関係のものを生産するかって言ったら、そこも、スローペースの生産だけで、で、市場に出回ってる中古のオートバイとかで業務用に扱った郵便局とか、新聞配達。正直けども、それぐらいだと思うんですよ。あとは、まあ、自衛隊とかの、まあ、特殊ということで、まあ、モトクロス系になってくるかと思いますけども、中古のモトクロスなんか溢れ返ってますから、まあ、そういったものを購入してもらって、使用してもらったらいいと。使えなくなってきたら。
基本的にみんなどこの国も今時電車バスとかでほとんどの場所行けますから、まあそういうふうな形になってくる。だから、まあ、世界中の経済はエネルギーの残存量問題に本気で取り組むのであれば、自動車の生産量、100分の1で、無駄な建物を建設しない、まあ公共工事も含めてですよ。結構無駄なもの多いですから、かなり。世界中で削減したら、建築業界の人たちの、例えば日本だと、今、雇用、まあ、仕事をされてる、まあ、建設業の人たちが200何十万人いらっしゃるということなんですけども、そのうち100万人分ぐらいの仕事はなくなります。まあ、世界中どこの国も同じような状態に陥ってますから、まあ、世界中同じような形になります。だから、経済的には、まあ、縮小されます。世界中で。だ株価は世界中で暴落します。普通に考えてここまで、エネルギーを消費させてはならないのに、株価はここまで上がってしまった時点で、世界中、まあ政府上層部も含めてなんですけども、物事をよく理解していなかったっていうことになるんですよ、結論は。特に日本は、一回バブルが崩壊した1990年ぐらいの頃の、株価なんですよね。で、今までそのような株価なんかなった試しないんですよ。バブル崩壊の頃以外の時期で。一回バブル崩壊して、エネルギーの残存量問題を込みで考えていたのか、ただただその円高は、国力に対して正しい値ではなかったということだったのか、その辺のことはもう一人一人によって解釈違うでしょうから、入ってくる情報によって。だから何とも言えないんですけども、完全に今の株高っていうのはおかしいんですよね。で、東日本大震災が発生した少し後のくらいの日経平均株価は1万4000台なんですよ。だからその頃と比べて今は倍以上あるんですよ。今の株価は絶対に正しくない。で、まあ、株価は世界中で本当は大暴落をする。させなければならないっていうことになってくるんですよ。そのさせなければならないっていうのは、企業エネルギーの残存量問題が軸ですから、世界中で自動車の生産台数が、100分の1まで、削減して、できるだけみんな電車バス徒歩っていう形にして、まあけど、まあ自動車の生産ラインも今ほとんど、こう、手の形のしてはこう、ロボットはこういうふうに動いて作ってるのが現状ですから、そこも本当は、人間が生産ラインで働くような形だから、電動ドリルとかで、この場合だと、この機械を作るのにものすごく、エネルギーがいるのと、資源がいるのと、あと電力がいる。まあ電動ドリルで済むところは電動ドリルでもいいんでしょうけども、ドライバーで済むところはドライバーでもいいでしょうし、まあもっと大きなネジとかだったら、まあ回すところにパイプをはめて、人間の力で、まあ、テコの原理で、強い力に変えて、思いっきり締めるだとか。だから生産ラインの工場の形が変わってくるんですよね。人間が主に、稼働するような形で。で、それをしなければならない。まあ、雇用の分はどれぐらい減るかどうかはわからないですけども、機械がしていたことを人間が代わりにするっていう形に変わりますから、ただもう、みんなの、皆さんの善意で、できるだけ マイカーを買わない、自動車を買わない、みんな電車バス徒歩で移動と。昼間の電車はガラガラですから、まあ、仕事の時間帯、帰れるところは、例えば朝10時出勤にしてもらうだとか。で、まあ、夜終わるのが、まあ、例えば19時だとか、まあそういうふうな形式に変えていただいたら、まあ電車が混み合う時間帯がからまあちょっと、外れると、まあそういうふうな形でうまく対処していただけたらなと思います。まあ河川水門解析ダム発電、地下水流トンネル発電、かまど発電、マグマ発電等々が行われるようになったら、まあそちらの方での仕事はあるでしょうから、まあどちらにしても今の株価っていうのは極端に、
まずい状況ですね。ただただ浪費をしているエネルギーの。まあ、それを誘発させてますから、それは早急に変えなければならないということです。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。